佐竹義村名は五年は、佐竹氏一門の助、竹西家十二代当主。久保田藩大館第六代所あず。父は小場所喜び。養父は西家佐竹義江。性質は石塚吉隆の娘。子は、佐竹義久。養命は、元千代。通称は、岩見大和、山と。法永三年、久保田藩主小場所喜びの長男として生まれる。宝永七年。 西家佐竹義江の遺跡を相続。聖徳三年、藩主、佐竹義角大立淳犬。聖徳五年、日立の小場城の跡地に家臣を派遣して、先祖の辞跡を調査させる。享保九年、藩主、佐竹芳邦帰国許可の御礼使者として、江戸に出布する。延京三年、幕府淳犬氏が大立を訪れ、その享を務める。宝暦三年、藩主、 佐竹義明家督相続の御霊言状の際に、将軍、徳川家重に拝越する。法暦7年、藩内で、銀札発行派と反対派の対立による騒動が、起こると、藩主義名に、事態の究明を命じられ、銀札発行派の家老山形女八郎党を藩内に、騒動を図ったとして商談する。騒動解決後500国の数を受けた。明和五年死去。 去年63、ありがとうございます。